がいい。ヤウディーン。おじさんのお時間。ちょっと向き変えてみて。打ち合わせなくね。急にされたらな、なんかな。はい、でございましたわ。はい。ということで。ですね。うん、昨日ぐらいにですね。そう。あのジャンカルロのね。うん、そう。動画をねアップしてね、それで気づいたことがありまして、はい、そう、あのゴルフはその、まあ、ドライバーと、まあ、ウッド系アイアン、アドベッジとパターっていうのがあるんですけどね、うん、そのジャンカルロは、まあ、アイアンなんですけど、アイアンの何本か書きたい ね、 ね、 動画ね、そう、そのねウェッジ類も手に入れてたのよ、ゆえ、うん、な、忘れてねそうなのね、うん、まあ、だいぶ前で、まあまあお互いがもうちょっとねごちゃごちゃしてた時に届きまして、僕も動画作ってる時に解説入れる時にちょっと調べたんやけど、うん、あ、色ドライバーとかもなんかいろいろなんかあんねやっていうのはちょっとうっすら知ってた、うん、そうそうそう、なんなら揃えそうやなぐらいまで思ってた、そう、けどねドライバー多分ね変わんわ、あ、そうなの、またあれ違うんだね、うん、そう、もうそのアイアンの方だけをとあれしようっていうのと、ちょっとねパターをずっとね、まあひっこりパターっていうね、もう100年前のパターをずっと使ってたわけですよ。え、うん、100、うん、100年前から形が変わってない形のパターってこと、ヴィンテージのみたいな、そう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 、100年前から存在する、うん、パターを、うん、多分ぐらいのからの、多分、いや、もうちょい、まあ新しいとは思うんやけど、そう、想像がつかん、うん、そういう世界なの、そう、それをちょっとねやっぱあかんなと思って、100年前は、うん、難しいわ、まあ、いやしか言わないね、うん、私、うん、はい、っていうのでまずはパターを、いやでパターの方が先に買ってるかな、ちょっと変えようと思って、どうなんかな実際と思って、そうなんですね、なんでねちょっとそのねジャンカルロのアイウェッジとで、パターはねその大元のジャンパティストのパターしかないんやけど、はあ、をちょっと買った、ちょっと前の時より詳しくなってるのとして、いや、なってない、ないんかい、うん、はい、まあまあね、そう、ただ単に、いや、まあ、あの説明通りよ、ジャンパティストの中のちょっとこうまあまあ中級初級でも使えるアイアンがジャンカルロですよっていうだけで、ああそういうことね、そう、だってカジュアルチックなのが、カジュアル？なんかそのか、なんて書いてあったっけな、なんか書いてあったな、うん、まあ、あの入れます、うん、なんかこの辺に、うん、そうそう、ザッザッ、うん、はい、へえ、まあ、いうことですね、ね、あの喋っててもなんなんで、うん、ね、現物をちょっと解説してみましょうか、そう、この間のような状態で、そう、じゃあちょっと 今、ね、今あのもうカメラ僕がね、あ、そうする、ええ、そうしましょう、うん、まずねウェッジの方なんですけど、ウェッジね、うん、これね、まあ、50度と57度しかないんですけど、このジャンカルロの方は、あんまね、どうなんかな、57ってあんまあれなんかな、だいたい58か60とか、みんな角度の話、そう、そうなん、言ったらその、うん、アイアンもほんま角度があんねんけど、そのこういった時のこの開き具合、あ、でボールの当たり方でその飛び方がっちゅうな、当たり方っていうかこの角度で高さ、ああ、このね、うん、ずっと距離が変わりますよっていう、そうなんだ、そうの50度だけどね、まあまあ前買ったやつのピッチングウェッジみたいな形状は形状ですよね、ここはね、うん、そうね、うん、なんとなく印象ある、うん、うん、アイアン、そう、あれで持ってきたらいいんか、いた、おじさん出ました、うん、そう、これがね普通の、まあ、番号がついてる9番アイアンは、ああ、ほんとね、でこんな感じでやっぱここがこうなんやけど、うん、ピッチングになるとやっぱとウェッジの方がちょっと似とる、まあ、確かにね、うん、ピッチングからになるとそうなるんかな、
もうゴルフ好きの人ははあってな感じのトークになるんですよね、うん、けどやっぱり開き、あ、開きが違うね、確かになんか、うん、ここのなんかこう、こうやっぱこのここのこのソールっていうんやけど、そこ幅もやっぱ、うん、違うのはわかる、なんとなく、うん、っていうね、っていうやつで、けどシャフトはね全くちゃうからね、そこがね、あ、なんか S やなんやって X やみたいな言ってたやつの とメーカーがちゃう、あ、メーカーがね、うん、まあ、けど言うたらこれはもう今使ってる同じやつやから、S200 って全く一緒だから、これこっちがちょっとハードスペックにはなってるんやけど、ハードスペック、はい、うん、相変わらず喋るね、というのと、そう、前まで私ホンマユーザーでして、なんと中古で買ったからホンマのグリップがついてて、へえ、はい、ちょっとあ、もうこれは買わなと思ってすぐ買った、もうすぐ出た瞬間すぐ買ったかな、あのオークションで。え、おいくら？これ日本で1万9000円とかそんな、まあ、なかなかなのね、やっぱりね、うん、本当はもっと1個でヘッドだけで2万ずつぐらいするのかな、はあ、いいんじゃないですか、そうっていうのと、そのね、本当のこのこのこっちがパターですわ、ジャンカルロの、あ、ジャンパティストな、ジャンパティストね、うん、ジャンパティスト、あ、こうしたらここにジャンパティスト、ほんとやん、プジョーみたいなマークですやん、そうで、これもなんか多分前の人が色塗ったんかな、ここ結構そういうのもねやってたみたいで、あ、オーダーで、なんかすごいね、うん、そうで、こういうタイプのあれは黒色地もあれば、なんかこれはちょっとどう仕上げみたいな、なんかヘッカン、なに、そう、こっちもなんかいいなぁと思って、濃いね、うん、でこうなってちゃんとこうなんかこう今とか当たってもちゃんと吸い付きますよみたいな、あー、網焼きのステーキのような、うん、うん、え言うて、っていうのもね、はい、それで実際回ったりしたんですか、まだない、あ、まこれは楽しいね、こっちはで、こっちは1回使って、はあ、あれ、これ俺こんなうまかったっけと思ったけど、結局スコア的にはそんなに変わらずってやった、あー、そういうことね、うん、まあ、やっぱちょっと慣れるまでだね、そう、なんかね、そうパターも、まあ、みんな好き嫌いあるから、やっぱ弾き系なのか、あんまそういうの好きじゃないっていう人もったりとかで、あ、か、あ、当てた時にドンっていくのか、そう自分の力でいくのかっていうことね、うん、全くわからない世界で、そうね、なってきますが、いや、で、まあ言うたら一番わかりやすいのがもう金属バットかもう木製バットかぐらい、ああ、なんかわかりやすい、なんとなく、で、俺多分金属バット系があかんねん、弾く感じ、うん、パコーンと、うん、やっぱある程度なんかこう持っててますみたいな、へばりついてますみたいな、あ、うん、感じがね、ちょっとじゃあパターちょっと、そう、ね、この間と一緒で、うん、どんどんね、これね、うん、この一回ハマるとすごいですから、この人、そう、じゃあなんならね、あの前やってたやつが網がボロボロになってね、やりすぎて、うん、あの何個かね、よく見ると向こうに穴開いてんねん、なんか、あ、開いてんな、あ、そういうことね、目がね、そう、荒くて、そう、あかんなと思って、そういうことですね、うん、はい、じゃあまずね、ちょっとパターの方だけど、その前に僕が前使ってたやつが、これです、それパターなの、そう、いや、でもやっぱ昔やで、木やね、ちょっと俺木好きやん、すごいね、パターに見えんわ、そうなんやけど、パターの、これが昔のパターで、うん、でこれがね、まあまあちょっとこっち打つ前に、なんかね、本当にね、うん、すっごいね、すっごいね、こって感じね、すごいいい感じに出てるわ、けどこれがね、やっぱこう、どうしてもね、これがすっごいするのよね、こう、あ、角度、自分の角度次第で、そう、方向性がやっぱり精度が落ちる、僕、まあ、素人に見た感じでも、それはさっき紹介したやつの方がまっすぐいきそう、うん、そう、と、あと風にめちゃめちゃ弱いっていう、そいつ、あ、そいつ自体が、そう、あ、まあ、ちょっと強い日やとね、こう、あっ、っ
ってなんかめっちゃやられるの。そういうことになるのね。そう、それで頑張っててこれをちょっと試すか。ちょっと音があれだいいんでしょ、やっぱりパターンって。めっちゃ、あ、けどね、そんなね、高い音ではない。やっぱもうあのね、こっていう感じね、うん、キュピンみたいな感じではないのね。そうね、やっぱこう鈍い感じよね。あー、ゴっていうようなね、ま、うん、っすぐ本当ね、パターンが行ってるね、進んでくれるのよ。まあそれはさっきのでやってたらやりやすく感じると思う。確かに。いやで本当にその昔ドライバーのパーシモンっていう昔のキーのドライバーを使ってたんやけど、やっぱ道具の進化ってすごいなと思って。100年前のものは多分、うん、どの業界でも多分えらい違いと思うわ。そうね、パーシモンはまだあれやで、メジャーなの。あのジャンボさんとかが若い時はまだパーシモンやった。ジャンボ鶴田、じゃあ尾崎尾崎の方ね、うん、まあこのゴルフ界は饒舌ですからね、特にね、うん、50度の方か。けど今までに使ってたウェッジよりすごい丸いわ僕。丸い、うん、うん、これちょっと芯外してるな。あ、けどね、いいよ、やっぱいいね、スーツく、うん、うん、いい。これ50度の方、はあ。で、57度の方がどうなのな。まあやっぱね、やっぱ芝で使ってみんと、ああ、そういう、それっちの方が上がるやつなの？こっちの方が上がる。上がってるの分かるね、全然違うね。やろ。うん、球数字違う。この7度でこんなにちゃうっていうね。うん。けどすごい入りとかもすごいいいわ。こっちだとまだちょっと芝があれなのかな。ちょっと上げる。上がってるね。上げる感じでやってみた。やりやすいかなと思って。あ、その上げる感じでやれるんや。もうそこはなんかね、上げるのが得意の方かな俺。転がしが苦手。へえ、もうでも、ね、うん、あるん。そういうことね。いやで、ここにこの遠藤さんは転がしのが得意です。へえ。上げがもうわかんない。トランススキアとかやっぱ上げる系が得意なのかな。あ、そういうね。いや、いらんこと言ったら球筋明らかに狂ったな。すいません。けどこんな感じ。けどね、57とかこうちょっと大きい番号になると、うん、結構バンカーとかもあったりするよね。バンカーで使うの？使ったりもするんやけど、へえ。ちょっとそこがね。なんかイメージ的にちょっと、あ、なんかサンドウェッジとか言うな。そうな、昔はサンドウェッジって言ってたけど、だいたい皆さん50、60、50、60喜んでみたいなことで。そう。何やったそれ。保険です。あ、せ。けどなんかちょっとそこのイメージがどうなんかな。言うたら今までの。ちょっとこれまあ番号多いけど、今までがこの僕、まあ、本間さんっていうところのちょっとあれなんやけど、エドモンド本間さん、そう、はい、いやっけ、なんかやっぱ見た感じやと、うん、どうしたらいい、こうどこをどう、なんか、あ、顔ってやつ、そう、顔っていうやつが、はあ、やっぱりなんかこっちの方が入ってきそうやな。なんかやっぱ薄さもちゃうしな。こっちの薄いね、うん、右の方がね、うん、で多分そうね、なんか、あ、出やすそうやなっていう、はあ、なんか次ほんまラウンドなんか回るときそれつけていって、そうね、具合回ってきてもらったら見たよね、このウェッジ。いや、今ウェッジが逆に言うたら3本入ってんねん。なんかちょっとこっち、このジャンカルの方やとバンカーちょっとなんか怖いなっていうイメージがね、うーん、なんかね、やってるとあるんよ。
出ないなってこと、うまいこと。なんか、うん。はあ、もう。こっちの今使ってる58の方がなんか、あ、スッてこう。サッと。サッと砂だけ切れそうやな。で、まあ、さっきのとこれ1行しか違わんけど、こっちの方がさらにまた高い、高くいくもん。そうね。別もなんかめっちゃあるねんよね。ここの角度以外にもなんかいろいろあって、高出やすい出にくいみたいな。なんかそうやな。どうぞどうぞ。よいしょよいしょ。質感なんかな。なんか見た目けど見た目ないもんな。ちょっとその、うん、顔を見てみましょうか。この顔。こっち50本間の58でこっちがジャンカルーの57やけど、うん、こういうことね。うん、なんかどうこっちのがなんか薄取れそうな、どうなんかな。もう同じやな。本ってちょっと一回やらしてもってみ。あ、そうやね。ちょっとそう。ま今使っとる。今使っとるね。うん。はい、また。うん。そうっすね。あれした。うん。あ、またいい。うん。ああ。スイング綺麗よな。なんかスイングだけ綺麗って言われる。でもスイング綺麗が一番重要なんやろ、なんか知らんけど。いや、ちゃうね。あ、ちゃうのね。うん、ちゃうね。ちゃうらしいです。やっぱね、リズム感らしい。あ、それは、うん、じゃあ、そうだろ。頑張らないと。そうだね。ないのよね。そうっすね。私、一番苦手なのがリズム感。だから、もうそこなのかな。やっぱ、ね。へって、うん、まあまあでも そうね、そういうことやね。でもそう、そんな感じよ。けどまああれやね、ほんまちょっとラウンドとか出たり打ちたり、それ、ま、見る人見応え全然違うんじゃない。うん、でほんまにどう、やっぱ結局みんな言うのがさ、まあ買いに行くと一応試打させてもらえるのよ。うん、あの具合を。あ、でも結局本コースで使ってみやんと分からんっていうところ。まあまあそれはね、こう設備より実践のでまた全然違うよね。うんうん、そうなんだ。そういうことですね、うん、っていうのがあるんでね。まあまあほんまにね、今尽きないよ本当に。ゴルフって深くて広いわ、うん、その言葉は浅いな。あ、本当。なんかもっとゴルフなんか、あ、夏のラフぐらいやな。また来週。うん、バイバイ。そうそう。じゃあちょっとエンディング撮りましょうか。そうね。はい、うん、ということでね。うん、今日は、うん、ジャンカルドのウェッジとジャンパティストのパター。パター。うん。饒舌でしたね、相変わらず。なんかね、やっぱ喋っちゃうよね、なっちゃうよね。ゴルフ界はもう、うん、合図しかできないわ。もうそうやと思うな。うんうん、まあそうね。うん。でもまあ楽しそうで何よりというのと、うんうん、あ、こんなにスムーズに喋れるんだ。それはね、ギャルディーノっていう。うん、喋る。好きなことはね。うん、やっぱそうよ。特にね。みんなそうよ。まあ、みんなそうよ、ね。結局そういうことだ。うん、ずっと喋ってるしね、ほんで、回ってない時も喋ってますからね、うん、ずっとそうなん、そうなん、そうなん、喋ってた。そうそうそう、うん、まあまあ、うん、もうこれからもどんどんハマったり。そうね、なんかちょっとあれかもね、興味があるけど、うん、やれてないみたいな子とか結構パッて浮かぶじゃない。そうね、そういうやつを真ん中に置いてどんどんゴルフに染めていくっていう。ああ、それもね、ゴルフ勧誘企画とかね。うん、あるね、あるね。そういうのもね、あると思う。あの、それもあるしな、うん、
ちょっとやったらやりそうなやつ結構いるからね、パッと思い浮かぶやつもね。まあおるね、うん、スケボーばっかりやってるやつ、ね、うん、あれね、あれね、彼ね、うんうんうん、そうね、そういうやつとか、うん、パッと思い浮かぶ、うん、まあまあそんなんも勧誘したりなんやして、うん、ね、ちょっといろいろゴルフの幅も広げつつ他もいろいろやってってシリーズ化を ね、ちょっとね、うん、開封続いてますからね、ちょっと。そうなのね、やっぱね、まだね、まあ、どうしてもちょっと時期的にお互い、まあね、うん、こっからこっからちょっとどっちも落ち着くんでね、やっていこうかな、うんうん、飯もねちょっと合わせるとこ交渉もしたりなんかして、そう、ちょっとね外でのね、よくねちょっとここね、うん、ここな感じばかりになってますね、ずっとね、そうなってるんで、ちょっとロケとかもできたらと思っております、はい、交互期待というところ、はい、じゃあ今日はですね、はい、2発目のあのゴルフ回復、回復というかゴルフショーね、ゴルフシリーズで、ゴルフシリーズでしたね、はい、はい、ということでまた次回、はい、お時間ございましたら、はい、よろしくお願いいたします、はい、お願いいたします、それでは、うん、さよなら、はい、やろう、なんてなんかね、なんていうの、はいよ、バイバーイ、そう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 、バイバーイ、チャンネル登録、高評価お願いします。